改革保守というイメージをうまく維新がアピールしてるんだと思って、で自民党は古いと、俺たちは改革保守だ、おそっちがいいっていう風になる。日本の国民の皆さんの大多数はやっぱり保守っていうのが基本にありますからね、半分以上は。我々も言ってんだけどね、自民党もね。でもやっぱり老舗がさ、いくらも呉服やめてこれからはアロハですよって言ったら、あんたんちは呉服屋だろって言われたら、ね、なかなかアロハは売れないじゃない。維新だとそれこそ慎太郎さんが共同代表を務めてっていう、うちの亡くなった友さんの好きそうな感じだなと、斧をぶっ壊すって感じだから、橋本さんと波長があったってことなんですね、うんうん。